誘導と少し車間を開けていく4番の真鍋、外を通りまして7番の片岡が上がってきますが、4番真鍋突っ張ります。誘導外れています。1コーナーから1センター、その2番の新田が内を通ってどうしますか、番手さばくか。さあただ連携は乱れています。後ろ9番のいいのは現在6番手、その2番の新田は先頭の内側、いや4番の真鍋が先頭でその後ろ入るか、金が鳴っています。4コーナーからホームストレッチ、やや意外な展開となりました。4番の真鍋がこのままかけていきます。8番の吉田が番手外、内側には2番の新田、現在は並走。1番の福島がその後ろ、その2番の新田が番手の位置を取り切りました。1番の福島がその後ろ3番手、6番の原と続いています。さあ番手奪った2番の新田がまくって3コーナーから4コーナー、1番の福島、6番の原と香川の両者続きまして、9番の井野が自力を見せる直線コース帰ってきました。2番の新田先頭、1番の福島が迫りますが、2番の新田でしょうか。